絶対なる孤独者は、川原歴による日本のライトノベル。イラストは、しめじが担当。電撃文庫より、2014年6月から、刊行されている。作者が2004年より、自身のサイトにおいて連載していた、絶対なる孤独を、過失修正して文庫化した作品。8年前に自宅に強盗が押し入り、自分以外の家族全員を殺され。 そのストレスから髪の色素が抜け白髪になってしまった高校生の少年、うつぎみのるは、その事件以降、他人との関わりを避けながら、おばの家での生活を続けていた。そんな中、異能力者、ルビーアイの一人に遭遇したことを機に、みのるは異能力に目覚めてしまう。それは何も寄せ付けず、物理法則さえも無視する、全身を覆う透明な核。その力は、 絶対的な孤独を実現する力だった。誰の記憶にも残りたくない。無駄な記憶を作りたくない。そうして学校でもひっそりと生活してきたミノル。しかし、高校の同級生、ミノはともみとの交流をきっかけに、その生活は崩れ、サードアイ所有者の戦いに嫌をなく巻き込まれてしまったミノルは、ルビー愛根絶を遂げた後、自分を知る人間すべてから、 自分の記憶を消してもらうことを条件に、組織に加わる。月刊コミック電撃だよ2015年8月号から2018年3月号まで、連載。作画は、小清水直樹。発火者の事件あたりまでを収録。最終話にて、屈折者、凝結者などの登場人物が、数カットの見たが登場している。2016年2月10日発売。 ISBN 978から4から04から865,656から62016年10月8日発売 ISBN 978から4から04から892,292から02017年7月10日発売 ISBN 978から4から04から892,920から 2, 2018年3月10日発売 ISBN 978から4から04から89万3645から3ありがとうございます。